山本さんは努力は必ず報われると考える方ですか？ありがとうございます。努力が報われるかどうかなんて分かりません。はっきり言えばそんなことが約束されている世の中だったらみんな何の不安もなく生きれるはずなんですよ。でもその努力した内容が自分自身の後々の何かプラスになる可能性はありますね。何か目標を持ってそれに向かっていろんな努力したことが実らなかったとしてもそこまでの持久力をつけたりとかいろんなことで自分自身に返ってくるものはあると思います。努力は必ず実るのかって言ったら私はそういうものに期待しながらやる努力っていうのはあまり実らないんじゃないかなっていうふうに思うんです。一心不乱、自分が成したいことに対して集中する、これが実るのかな実らないのかな関係ない。どうしてそれをやるんですか？自分がやりたいから。それを成し遂げるために集中してやり続けている、そういうことだと思います。そんなことは言いながらも私の中で不安があります。いろんな人たちと会話をしていくとかコミュニケーションするときにああこれはなかなか世の中変わらんなって思っちゃうこともあるんですよ。でもそれがどうしたって自分に問いかけるんです。だから何って、難しいことは承知でやってんだろって、それを超えるためにやってんだろっていうふうに自分を叱咤しながらやってます。なぜ自分がその目標を立ててやるのか、誰かに言われてやってんのかな、違いますね。誰かに押し付けられてその努力をしてるのかって言ったら違う。自分で選んだことだから最後までやってやろうっていう意地でもあるし、それが自分がやり遂げたいことだからっていうことだと思うんです。質問、先ほどもお答えしましたけれども、努力は必ず実ると思うかということに関して人それぞれ努力の形は違うと思うし、実る実らないはそれぞれあると思いますけど、実らなかったからといってその後の人生捨てるわけじゃないですね。やったことに対して必ず自分に返ってくるものはあるだろうなっていうふうに思ってます。そんなところで大丈夫ですか？ちょっと今 YouTube で配信見てる人もこのコメントはちょっと僕の質問はちょっと答えてほしいなって思ってるんですけど、ちょっと待ってください、はい、努力は実るか実らないか、努力は実るものだと思うかどうかっていう質問に対しての私の答えですから、それに対しての答えはどうしても抽象的になってしまいます。あなたの問いかけがもっと具体的であるならばそれに即してお話しすることはできるかもしれないけれども、ある意味での概念的な聞かれ方をするとそういう答えになっちゃいます。もしも補足的なものがあればお聞きしようと思いますけれども、どうでしょう？なんかそうだろうな、批判してる人がちょっと気になるんですけど、なんかそういう人たちってなんか正しい努力をしない人だっていう風な見られ方しているような気がして。なるほど、はい、ありがとうございます。私たち令和新選組というグループに対して批判をなさる方がいらっしゃる。でもそんなのね、当たり前なんですよ。政治なんだから。政治家でありながら批判というものは受け止めるという度量がないんだったら当然政治に向き合う資格はないと思ってます。受け止め方は様々だけれども、受け止めた後でそれを改善するのかしないのかっていう選択はその先にあるんですけれど、当然批判というものに関しては受けざる得ない立場にあるのが政治家であり政党であろうと、そういった意味で様々な批判がされることに対して批判はやめろとは言いません。どうぞご自由に。ただしそれは令和新選組のみならずこの社会に存在する様々な政治家であったり政党に対しても同じように批判をしてくれることを願う。なぜならばこの国のオーナーはこの国に生きる人々だから、そういうことですかね。で、令和新選組に対する批判の中に例えば減税をしろとか社会保険料減免しろとか他にも悪い物価高が収まるまでの給付金を出してほしいというような政策に対して、努力もしないのにやってくれやってくればっかり言うなというような批判があることに対してどう思うか。令和の支持者っていうのはどちらかというとそういう努力もせずに欲しがってる奴らなんじゃないかというようなある意味での勝手な思い込みで発信する人たちいますけど、まあ何を言ってるのか分かんないです。はっきり言えば30年不況を続ける間抜けな政府をさらにこの権力を継続させるような間抜けな国家っていうのは日本しかないんですよ。先ほど見せましたよね。30年の間に賃金が先進国全て上がってますよ。物価も上がってるけど賃金も上がってる、景気は確実に上がってるんです。だからみんなは何かを求めたり政治に対して求めたりすることを恥ずかしいことだと思ってる。でも違う、あなたは会社の経営者なんですよ。この国に生きる全ての人々はこの国の会社の経営者であり株主である。その株主が会社の経営がよくいってない場合、間違った経営がなされている場合にはその方針を変えさせなきゃダメじゃないですか。当たり前のこと、有権者として当然の仕事、
この国のオーナーとして当たり前のことを声に出して言っていく、ただそれだけのことです。失われた30年、その中で皆さんは本当に本来であるならば獲得できた所得さえも獲得できない状況にされている。つまり何かというと、国や資本家たちに収奪され続けてるんですよ。奪われ続けてる、盗まれ続けてる。それに対して奪われたものを返せっていうのは、私は正当な訴えだと思います。ありがとうございます。また質問してちょっと申し訳ないんですけど、賃金の格差っていうことでちょっと質問するんですけど、世の中の仕事でマイナスからゼロにする仕事とゼロからプラスを生み出す仕事っていうのがあって、マイナスからゼロに戻す仕事って賃金が低いように感じるんですけど、どう感じますか？で、それは機能努力っていう質問したんですけど、マイナスからゼロにする努力っていうのはなかなかその評価されないっていうのがあるんですけど、それにもちょっとつながってくるかなって思うんで、そこら辺の見方っていうのをちょっと教えてもらいたいです。ちょっとまた抽象的な、分かる人には分かるかなっていう話、何かを生み出すクリエイティブな仕事だったりとか、そういうものに関しては光が当たりやすい。で、賃金とかも高めの設定みたいなものがありえるけれども、そうじゃなくて日常的に必要なもので重労働的なものは賃金が安いというような、理解でいいですか？それでよければ。はい、ありがとうございます。そうなんですよ、高い給料をもらってる人たちって上から目線になってしまいがちなんですね。で、そうじゃない人ももちろんいますよ。でもどっちかって言ったら、物の見方としては結構上から目線の人いると思うんです。私も昔そうだったんですよ。芸能の世界20年いたんです。芸能人20年やってたんです。で、一番調子がいい時は年間で1億円ぐらいの売り上げがあるわけですね。で、少なくとも2000万3000万は年間ではキープできる状態なんです。それが上限する、コマーシャルが入るか入らないかでっていうような状況で、自分では世界に優しく生きてるつもりでも、何かしら困ってる話を聞いた時に、あ、なんか努力が足りなかったのかなとか思っちゃう人間だったんですよ、以前は。嫌なやつでしょ。で、何か困ったことがあったとして、人が切り捨てられる場面であったとしても、自分は救ってもらえるんじゃないかっていう勘違いをしてたんです。嫌なやつでしょ。ある意味で誰の心の中にもあるかもしれない優生思想的なものを私自身も持ち合わせてたっていう話です。で、何が言いたいかってことなんですけれども、冷静に考えて、その所得が多いと呼ばれている者たち、その人たちは自分の努力だけで社会を生きていき、その仕事を維持しながら高収入を得られてるっていう勘違いをしがちなんですよ。違いますよって。お前が働けてるのは、お前が生活をしていけてるのは、お前の生活を支えるためにすごくしんどい仕事を安い給料でしてくれてる人たちがいるから、あんたの生活も社会も支えられてるんだっていう、この根本を忘れがちなんですね。私が言いたいことは何かって言ったら、そのようなこの社会を運営していく上で欠くことができない仕事というものに関しては、これは当然大胆に賃上げをしていくべきだという考え方です。例えば何だってことなんですけども、ケア労働、介護の仕事ですね。介護の仕事って人手不足なんですよね。どうして人手不足になるんですか？賃金安いからだろ。もちろんシンプルなんですよ、答えは。そんなことはずっと前から分かってる。じゃあどうして改善しないのか？国が嫌がるんですよ、それ。嫌がるんですよ。どうしてか？家族で見ろよ、そんなもの。自分たちで何とか解決しろよ、ベースはっていうような考え方を持ってるから。でもそれダメなんです。どうしてかっていうと、憲法13条、この国のルールの王様、法律よりも上位にある最高法規、憲法の13条には個人として尊重されるっていう言葉が入ってるんですよ。つまりは何かというと、自分の家族を介護しなければならないために、自分の人生を横に置くとか捨てるってことはなしなんです。考えてみてくださいよ。私の親が介護状態になりました。私が今の仕事を横に置いて、その親の介護に一生尽くしますと。親が死にました。その後社会に戻ろうと思って、自分のそのキャリア何もない中でもう一回生活を始める、働き始めるってなったとしても、これ賃金むちゃくちゃ低いところからスタートですよ。これってまた貧困が生産されていく話になっちゃうんですね。何が言いたいかっつったら、個人として尊重される社会っていうものを作っていかなきゃ、これは老老介護だったり介護殺人だったりとか介護離職っていうのはもう止まらないんですよ。国がちゃんと一人一人の人間の個別具体に対して支援をしていくっていうことのベースが、この国の最高法規キングオブルールの中に書かれてるわけですよ。個人として尊重されなきゃいけない。でも国内はそうなってないですね。これ変えていかなきゃいけない部分だろうと。
他にも様々あると思います。だから例えば介護だと全産業平均で100万円近く給料低い、ありえないでしょ、命預かってんだぜって。安い給料でしんどい仕事したらどうなるかって言ったら、当然本人も辛いし、それだけじゃなくてひょっとしたら利用者の方々にもしわ寄せがいくかもしれない。人生の最終幕において地獄みたいな環境の中で旅立たせんのかって、勘弁しろよなんですよ。やらなきゃいけないことは何か、個人として尊重されるような社会を作っていくためにも、この介護というものを家族に丸投げという状態をこれ変えていく必要がある。そのためには介護という仕事に就けば一番給料が高いんだぐらいの仕事にしていかなきゃダメなんですね。労働力の移転を促していかなきゃダメなんですよ。他にもあります。農業だってそうでしょ、作り出してるけどマイナスしか生まれないじゃないですか。だから米作らないんでしょ。で今価格高騰してるじゃないですか、燃料も肥料も飼料も。作れば作るほど赤字ですよ。そんな状態で農家になりたいって人どれぐらいいんの。 70% 高齢者ですよ農家の。この国食料どうすんの。海外から買えばいいって、海外から輸入が途絶えたらどうするんですか。コロナの時途絶えたでしょ。本当の意味での安全保障ってものはこの国内では前に進んでない。アメリカからミサイルを爆買いできる国内の重工業系に大金を流し込めるっていうような下心があるような安全保障に関してはバンバン金出す、43兆円。一方でこの国にとってミサイルよりも鉄砲よりも一番重要なはずの安全保障、食の安全保障に関しては事実上どんどん切り捨て、何があったとしてもそれぞれの自己責任。農家潰れるんだったら勝手に潰れろよ、酪農家ミルク絞るなって、牛殺せって言ってるんですよ。以前そうだったでしょ、理由はヨーロッパからチーズ入れたいからだって。狂ってますよそんな国。このような状況を変えていかなきゃいけない、そう思ってます。マイナスの労働のように見えるけれども、あなたが言ってるようなね、何も生み出さないじゃない。その人たちがいなきゃ社会回らないし、自分が社会を回してるんだ、高給もらってるんだって思ってるような人たちは、実はその人たちのサービス抜きにはそんな生活できないわけですよ。だからそういう人たち、そういう仕事をしている人たちに対してマキシマムリスペクト、要は賃金を大胆に上げていくってことをさまざまやっていかなきゃいけないという考え方、そういうことです。すいません、あなたが昨日発言したってことをすっかり忘れてて2回今日も当ててしまったことをお詫び申し上げます。あなたにじゃなくて、その結果マイクが回ってこなかった方々にです。でも非常に重要なご質問いただいたと思います。ありがとうございます。他の政党や政治家で努力した人が報われる社会というのを掲げている方がいらっしゃるんですけど、太郎さんはその考えについてはどう思われますでしょうか。その努力って何で測るんですかって話なんです。その頑張りって何の物差しなんですかってことなんですよ。人によって頑張りだったり努力って違うじゃないですか。誰が評価するのって。その物差し作る人によって頑張ってても頑張ってないってことにもされる話なんですよね。そんなふざけた社会は嫌です。私はどんな状態であったとしても困ることはないっていう状態にしたい。あの人によっても頑張れるとき頑張れないときあるし、いろいろじゃないですかね。これだけ社会がというか、もう国会があれだけ病んでいる状態ですよ。もうあれ社会の鏡だと思うんです私、ある意味で。って考えたら、もう今散々頑張ってきてもう頑張れませんっていう状態の人なんていっぱいいますよ。でそこをさらに頑張れっていう話になったら、もうこんなもん壊れちゃう。だからこれ以上社会も人も壊しちゃダメなんだってことですね。だからもうあなたがもうそういう状態だったら、あなたの気持ちの中で何かしら、ああなんかやりたくなってきたって思えるまでちょっとゆっくりしいやっていう、社会の方が私は頑張れるっていうか、そう思います。政治家側にいるんじゃなくて、自分が一市民として政治家ではなくてそっちの方、一有権者というふうに戻った時に、何があっても見捨てないっていう存在が国であってほしい、そう思うんですね。そういう社会を目指したいと思います。